ちょっと遠すぎるな。ということで児玉さん、はい、ここはサマーナイトフェスティバルになりますけど冷やかしが入りました。まあその心境的にはどうなんですか。まあすごいメンバーみんな揃ったみたいな開催になりますけど。いやみんなめちゃくちゃ強いからもう気持ちで負けないように走るしかないです。やっぱ気持ちのこもった走りを見せる同期生がこういるからですね。ニヤニヤすんな。ジャスティンが小松島記念見てたでしょ。小川慎太郎、あ見てない、見てないよ。まあ頑張って走りをしてたから、はい、メンバーは見ました。12レース、まあ、でも初日に一番賞をいただいたので、うん、珍しく。あれ去年は別府初日はちょっと良くなかったんですって。3着でしたね、うん、3ピンにおやっという感じがあって、ちょっと明日は2着取れるように、うん、そんな中ですけど、そのちょっと久留米もだし九州の雨がまたひどかったですけど、はい、めちゃくちゃひどかったですよ。もうずっと1週間くらい降ってて、まあ、ずっとやっぱ降りっぱなしだよ。そうなんですよ。だからバンク練習があんまりなくて、うん、もうずっと室内でパワーマックスやったりワットバイクだったりとかしたので、まあ、でもある意味普段やらない練習をそこで取り入れることで結構なんかしっかり、うん、体が張ってきたっていうか、うん、まあ、刺激が入るような刺激が、いつもと違う刺激が入ったことで、まあいいんじゃないのかなっていうのは、まあ、ちょっと熊本でちょっと被害のあるところもですね、九州だったりいろんなところに、はい、あの現地を届けてほしいんで、はい、ぜひ頑張ってください。頑張ります。